二番街、セカンドアベニューとの表記は、ニューヨーク市マンハッタン区の東側を南北に貫く、街路である。その南端は、ハウストンストリート、北端は128丁目と接している。128丁目には、ハーレムリバードライブからの侵入口があり、ハウストーンストリート以南は、クリスティストリートへと接続している。二番街は、マンハッタンの主要なアベニューの一つとして、 1811年に委員会計画によって設定された。2番街は自動車についてはダウンタウンへ向かう南木の一方通行の道となっている。125丁目から2番街の南端であるハウストンストリートまでの区間には左側に自転車専用レーンが設けられている。55丁目から34丁目までの区間の自転車専用レーンは この辺りで途切れてしまうマンハッタンウォーターフロントグリーンウェイを補う回路となっている。2番街はマンハッタン区内の数多くの近隣地区を通過しているが、その中にはロワーアイーストサイド、イーストビレッジ、グラマシーパーク、マーリーヒル、アッパーアイーストサイド、ヨークビル、スパニッシュハーレムなどが含まれている。ロワーアイーストサイドに含まれる ダウンタウンの二番街周辺では20世紀初頭にイディッシュ系の演劇が盛んに上演されており、この辺りの二番街はイディッシュブロードウェイとして知られていた。現在では劇場は残っていないが、ユダヤ系移民文化の痕跡は数多く残っており、カッシュルートのデリーカ鉄線やベーカリーなどがある。有名なセカンドアベニューデリは長く当地にあったが、 2006年に閉店し、後に東33丁目で再開店した。42丁目から北向きに見た2番街。かつて23丁目以北の2番街の上には、1880年から1942年6月13日の運行停止まで、高架鉄道である IRT2 番街線、通称 L が走っていた。23丁目より南側では、 高架鉄道は一番街を通り、さらにアレンストリート、ディビジョンストリートへと伸びていた。この高架鉄道は、騒音がひどい上に、汚かった。このため、19世紀末から20世紀初めの二番街の、地下は低めに抑えられていた。この高架鉄道の存在もあって、当時建てられた建物の多くは労働者階級向けの、アンアパートであるテネメントであった。 この路線は1942年に廃止されたが、これは施設が荒廃し、時代遅れになっていたところへ、第二次世界大戦が始まり、維持が不可能になったためであった。こうした歴史的背景もあり、高所得者層が居住する区域を数多く循貫しているにもかかわらず、二番街の建物は現在も総じて質素な造りを保っている。 ニューヨーク市地下鉄 IND2 番街線は1919 19年以来計画されてきたものである。2番街のもとに地下鉄を通せば IRT 歴ントンアベニュー線の混雑を緩和するものとなっており、同線は2番街線開業前はマンハッタンのイーストサイドを循環する唯一の路線であった。この路線は 長年の間に別々に建設された短い区間からなっており、中には他の地下鉄路線の一部として使用される部分もあれば、使用されないままになっている部分もある。二番街線の地下空間の一部は、ニューヨーク電話会社に随時リース提供されており、同社の南北通信幹線に関係する機器などが設置されている。2007年4月12日、 最終的に125丁目からファイナンシャルディストリクトまでを結ぶ計画路線の第一期建設工事が開始され2017年に開業した。第一期では現在は使われていない BMT63 丁目線を新線で北に伸ばし72丁目駅、86丁目駅、96丁目駅の各駅に接続させる工事が行われた。ありがとうございます。